え出て徒歩15秒ですよ。15秒は問題でしょ。1分そんな真面目に言うの。まだ行けてくるな。おい見てみたい。今週どう先輩の方何がガチなの。じゃあそれで許可取れたらいいよ。やってなかったですよそもそも。OK です。入りましょう。決まった。セメロ。でもセットまで。まだもらうもんです。全部セット。全込みです。まだ最後だ。やめなさい。やめなさい。ああ。これはハッピーよ。ハッピーよ。セットより確か安くなるんですか。私中杯で。緑茶杯で。アオリングサワー。場所は伊勢佐木町。バスケちゃん。BFS バスケちゃん。はい、お待たせしました。ありがとうございます。これはネパール人のせんべい。へぇ、あります。ありがとうございます。いい感じで早速注文でもいいですか。はい。ケバブ串焼きを2本と串焼きカバー日本ね、日本ナイス。おいしょ、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 うわー、え、カタチやん。うん、うわ、いいね。いや、ちょっとなんか、ピリ辛よ。うわー、いいね。ありがとうございます。これ何肉なの。鶏本当にさ、親とか休みって休みないな。え、映画はフラッと見ちゃうから。あー、昔はね、ドラマか。うわー、そうだ。あれもさ、深夜のさ、雪降ってる時そうだったっけ。あれよく行ったよな、俺ら。俺が原付で事故ったやつ。帰りね。あれさ、100キロマラソンの後だもんね。100キロマラソンの後動画ね。だからまだ全然疲れ取れてないんだけど。元気だったね。カレーっぽいね。うん、あ、そう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 。最近イルカンがめちゃくちゃ値上げしたの知ってる。え、おー、なんかこうとかね。1900円。マイボックスいくら。前まで1800円、プラス500円なんか2000円。わー、もう立派なあれだね、エンターテイメントね。俺は喜んでお金払うよ。キングダム見た後人形見たらね、めっちゃ贅沢なやつやん。日本原作っていうやつ。人生で1回しかねえ。だってアベンジャーズエンドゲームとワイルドスピードとかって6時間あー、でもそれミニオンさ、マジでもう1回見てもいいって思うレベル。めちゃくちゃ、まだ見たいんだっけ。そうだ、その最後のシーンさ、あれで一番最後のシーン酔っ払ってるからいいかなと思って。いいかな。覚えてない、覚えてない。人生何もしなくて1億円入ってくるんだから、ずっと映画見て。最新映画も含めてもさ、8本ぐらいしかやってないから。あ、けって自宅映画館作る1億あるから。映画館作っちゃうから本目で復活させてくれ。俺もいいもん、いいもん。マーク1があるもん。おかげじゃねえか、重く裏切った。やっぱり裏切った。そこでめっちゃディスって言ってた。あの時マイケル・ジャクソンのやつやばかったよな。やっぱノリだよ。ノリさんってほんとさ、うまいもん食うしさ、流行用語感じさ。最初の IT の詳しかったらさ、人生2回目あいつ、2週目やったんじゃねえ。見ないからさ。それか動画で使ってやるけど、あの顔。ノリさん、元気か。てかノリさん、この子知ってる。いや、知らないよ。誰も届いて、連絡先がわかんない。消息不明だもん。LINE ワンチャン俺知ってるかも。ええな、返信。今帰ってきたらすごくない。ノリさん久しぶりで一回食ってるな。多分マルチかなんかと思われない。今食った。ノリさん久しぶり。ようやく最長尺でノリのトークが使われてるやつ。おー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 、もう返信したぜ。ほんとだ、相変わらず仲いいな。早っ。だって歌詞が一番死にたもんね。そうね、もう毎日だったら上入れしに行ったもん。電話つなぐ。電話つないだとって。うるさいな。もうね、久しぶりで電波悪い。一瞬見えました。変わってない。いや、ノリさん久々見たな。でも久しぶり。足のところじゃないよ。金のり。運動はハイボールを。ウーロンハイ、レモンサワー、50円、20円、安い。2000も行ったら1人で700円ぐらいじゃないか。レモンかっこよかった。断ってほしいわけだな。潔かったね。気持ちよく断られたね。最近大人になったから断るっていうニュース結構多いよね。なるほど。職場の飲みってこれほぼ一切行ってないの。はい、ごめんなさい。ちょっと待って。ありがとう。それどっちいる。
断るっていう。居酒屋で大事なのは、ね、酒が美味しいかどうかなんだ。たまにさ、とんでもないハイボールなのになんかウイスキー感強いとかあるのかな。一杯目でも酔っちゃう。このところってかしっかりとソーダの量とか作られてるからさ、ほんとね、気持ちよく酔われるんですよ。最近会話してるの分かるんですよ。盛り上がってなかったらもうカットするよね。そっから下がるかもしれないから、なるほど、飽きなきゃいけないってことです。誰が広げてくれるかな。さっきの話カットです。断るって覚えて、そうすると誘われなくなるの。あ、おー、だから自分から誘いやすい。逆に断ってくるからさ、誘ってきたらさ、お前なんかノリ悪いじゃんってなんない。なんない、分かってるから。あー、そういうことか。誘われなかったら誘われなかったらちょっと寂しくない。いや、全然お前らやる。お前らやる。かっけえな、今日毎週の話から、うん、ちょっと毎週最近言ってる濃厚接触になってさ、1週間待機になってさ、やっと出れるのでまた自分がまた陽性なんだろう。ストレスだけだけど、そこまで簡単にちょっとしたことで燃えるぐらいの人気ってすげえ。いいよね、そのアンチが一定数いるっていうのは。あれよ、いいだろ、日本人ってさ、人の恋路をさ、めちゃくちゃ踏みにじるよね。不倫とかさ、そうか、悪いことであるけどさ、双方で解決すればいいよ。まあいいやつ、買ってみてもらえ。いや、というか、マジで、マジで、ボン。どうするこれをさ、ティックトックに切り抜いてさ。俺ら燃えたら美味しいけど。ありがとう。逆に、ここ関係ないやつ燃やしてくれてありがとう。こっちどうするよ。日本人って、そこまで。初めて広がっている、ここで。ありがとうございます。大会が近いと思います。おー、はい。あー、じゃんけんは今日しないんです。おー、食べちゃった。食べちゃった。もう写真でも何度撮ってください。娘さんもある。向こう島で一緒に撮りませんか。あー、大丈夫ですか。ありがとうございます。すみません。いや、こちらこそありがとうございます。すごい。練習もありますよ。そうだ。そうだ。大変やるぜ。起こしていただいてないから。ちゃんと練習してね。ロビアンがどうだよ。それじゃあ、皆さん、また明日。また明日。これ金曜日だから。また明日。